サイ。アジサイありがとうございます。ルーカス、高木さん、こんにちは。こんにちは。皆さん、こんにちは。ニコエンお疲れ様、ありがとうございます。パシパルさんもこんにちはです。海外から配信中の台風が発生。台風が発生してますか？してる？清水さん、こんにちは。しんちゃん、こんにちは。しんちゃん、川村さん、お疲れ様です。今、ロビーで、ホテルのロビーに来てます。で、15分だけ喋ってるけど。サボラン、こんにちはし。初めて見た。元気さん、こんばんは。こんばんは。もう1時16分です。全然大丈夫じゃない。全然しんどいよね。全然疲れてますね。全然体ボロボロ。いきます。キバタカシです。こんにちは。のべちゃん、こんにちは。やばいな。外でなんか叫んでるな。怖いな。ロサンゼルスの夜は怖いです。騒がしいロビーです。武井さん、お疲れ様です。ありがとうございます。15分だけやります。明日も早いので。明日も早いので15分だけやってすぐ寝ますね。たまにぎさん、しずくちゃん、ありがとうございます。皆さん、お星様もありがとうございます。昨日はそう配信できなくってごめんね。本当はやりたかったんですけど、配信そうほんまはやりたかったんですけど無理やった。大阪府警に電話通報してもどうしようもないな。かわいいスタンプもありがとう。玉ねぎさん、フォーエバーラブさん、こんにちは。この15分をエミチに捧げます。だってキャキャキャ、おやつきあげたいって。実はね、おやつきあるんですよ。あと9枚ぐらい。この昨日は1枚使ったから、あと9枚、あの10枚貯めてきたのね。ロサンゼルスに来る前にちゃんと。みちゃさん、みほたるさん、こんばんは。こんにちは。そうだから、おやつきあるんですけど、でもまだまだロサンゼルス生活続くので、ほんまに死にそうな時はおやつけ使おうと思うので。しかもこの時間がちょうどね1時とかなんですね、こっち。そうだから、もうほんまに多分寝ちゃう時は寝ちゃうから、おやつけ使う時は使うので、使わない、15分だけでもできる時はやろうなみたいな思ってやってます。みっちゃんさん、みほたるさん、こんにちはって言ったっけ。西京のお日様さん、頑張ります。ありがとうございます。そう、とりあえずね、とりあえずね、なんか本当ならね、2時間ぐらい毎日やるんですけど、配信なかなか、部屋にいっぱい人がいると2時間も喋ってられなくて。そう、仕事ありで眠い、一時は夢の中ですって。いや、普通はそうなのよね。ね、超眠たい。時差ボケもまだあるので。やば、めっちゃ怒ってる、めっちゃ怒ってる人歩いてった。怖っ。やつふささん、こんにちは。ルーカス、ファンデペップです。ありがとうございます。いや、今月はあんまり配信できひんやろうなとは思ってはいたんですが、ほんまにできひんな。ほんまにできひんなね。やっぱりこう、何、ドミトリーやとね、なかなか。タボファンデバーナイス、ありがとうございます。
こんにちは。うん、いやほんまにそう、まもなく夢の中に脱します。え、寝るんですか今もう。うん、だってお昼じゃない、まだ日本は朝お昼こちらはですね、ロサンゼルス公演を2公演終えまして、めっちゃ楽しかったです、2公演とも。うん、なんかね、めちゃくちゃこうノリが良くて、やっぱ皆さんね、めっちゃ響いた、初。吉川さん、こんにちは。大声で送るくらいなら歌にしたらいいのにね。確かに、確かに。夜のね、サンゼルスはなんかいろんな方がいらっしゃいますね、やっぱ本当にね。あ、夕方か、5時21分、そうなんや。そっかそっか、プラスか。日本にいるときにマイナス16ぐらいしたら、こちらの時間になるんですね。プラス16時間なんや。はい、くしゃみが響いた。マッサージ機に当たってるんですか、めっちゃいい。私もうほんまマッサージしたい、体がもうボロボロなんですけど、やばい。明日からは一応舞台はなくなる 休憩なので、一回ちょっとアクションは休憩なんですけど、私は撮影が続くので、なのでまだなんかいっぱい寝たりできないっていう、どうしても。そうそうそう、次の公演は金曜日でもね、撮影はまだ、撮影とかあるんですよ。よいちさん、こんにちは。そう、いろいろな計画を立てておりましてですね、はい。なのでまだあれなんだが、タッキーさん、こんにちは。ただめちゃめちゃもうなんかいっぱい、なんかいろんな時間にご飯食べたりしてるからさ、疲れた消化に疲れてるわ。夜ご飯遅くに食べたり、朝ご飯食べたりしやんのに食べるからさ。山刈さん、こんにちは。こんにちは。そう、だからマッサージ行こうか、出張料金もらうけど、ないわ。鼻水大丈夫なん？あ、大丈夫です。何も、鼻水なんかしてた？私全然無意識だわ。くしゃみしたからじゃない？さっき多分。なのでとりあえず15分やって、毎日配信だけ更新してから寝ます。はい、明日は9時ぐらいに起きるんですけど、9時ってことは2時に寝れば7時間寝れる。しゃ、今は1時24分です。夜の無理せず頑張って。優しい、高木さん、ありがとう。頑張るよ、私は頑張る。あ、皆さん、生誕イベント、バーベキューイベントの詳細見られました？もう見た？見たかい？みんなゲットしてな、チケット。ありがとう、ゆうやくん。ゆうやくんも頑張ってね。とっちゃんさん、こんにちは。やばい、怒ってる。とっちゃんさん、こんにちは。
ロビーの隣に、ロビーの真ん中にこう立ってる警備員みたいな人に、通りすがりの男性がめっちゃ文句言ってる。エンチェプレさん、こんにちは。そう、アメリカの夜は怖いですね。いつもなんか急に演説が始まったり、急にこうなんか叫んでる人がいたりする。ジュンさん、こんにちは。はい、ジュンです。こんにちは。はい、エミカです。だよね、普通になんかこうね、怒ってるだけならいいんですけどね、アメリカやからさ、銃とか出てきて怖いなと思っちゃって、なかなか怖いですね、それはね。ちょっと私がいるところはカードキーがないと入ってこれない場所にいるんですけど、窓ガラスみたいな、ガラスはあるので見えるっていう、怖い。だからちょっと、でも部屋に戻ると人が寝てるので、すごい状況で、すごい状況やのに、どうにか毎日配信を更新させようとしている私ってやばい。ほんまにやばい。あ、え、銃持ってたらあかんの、ロスって。そうなん？ニューヨークがいいってこと？じゃあまだ安心？またインスタツイートするので、ツイートじゃないな、インスタは。え、大丈夫？怖っ。とりあえず特別なライセンスを出す。マジか。んな、まだマシ。2週間料ありがとうございます。女性で見つけてありがとう、ありがとう。あ、竹内さん、いらっしゃい、ありがとう。なるほどね、アンチョプラさん、美しさは武器となるから捕まらないように。そんなんあるの、さすがに。ちょっと、そう、皆さん、生誕イベントのチケットのあれ出たのでゲットしてくださいね。本当に無音ですか？無音なの？ライセンス出るとか社畜です。ガーハートペンスにハートを打ち抜かれた人多いはずですね。その星座の絵文字何？かわいい。舞台の先行販売今日までよ。え、舞台の先行販売今日までやって、みんなゲットした？もうありがとう、玉ねぎさん。もう時差が分からなくてさ、皆さんそういうの教えてな、助けて。それだけツイートして寝るわ。ユキアワンタチスタさん、こんにちは。とりあえずだから、あ、仕事中、お仕事頑張ってね。私はもうちょいで寝るわ。毎日配信のあれが出たら、とりあえず、あ、ハンクラム書いてる、ありがとう、最高、優しい、ありがとうございます。頑張るわ、どうぞよろしくお願いいたす、申す、お願いいたす、申す。あれ、毎日配信更新できた？まだか？あ、来た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 、びっくりした、なんかもう壊れたんかと思った、やだ。おし、あわさん、おし、ちょっとだけ違う。あ、来ましたね、ありがとうございます。よっしゃ、じゃあ毎日配信更新したということで、明日も早いので寝てきます。皆さんありがとうございました。じゃあランキング読みますね。13位竹内さん、12位パーシパルさん、11位吉香奈さん、10位ターボー、9位ルーカス、8位キキマス競馬の神様さん、7位
ただゆきさん、6位りょうちさん、5位ひとよさん、4位みっちゃんさん、3位なべちゃん、2位かまかりさん、でもてちは玉ねぎさんでした。ありがとうございました。時差はね16時間かな、多分16時間、間に合った、セーフ、間に合った。旧オオカミさんこんにちは。じゃあとりあえず毎日配信更新したので寝ます。ほんならね、みんなありがとう。舞台の東京での私亀田美香主演の舞台の先行販売今日までみたいなので、みんなゲットしてね。ほんならね、おやすみなさい。じゃあね、バイバイ、ありがとう。